時間や社会にとらわれず幸福に心を満たすとき、つかの間彼は自分勝手になり自由になる。誰にも邪魔されず気を使わずに音楽を聴く孤高の行為、この行為こそが現代人に平等に与えられた最高の癒しなのである。元気いっぱい。はい。まあちょっと今日は、こんな感じで。ザ・マーカス・キング・バンドということですね。ちょっとまあロックな感じでしたので、今日はちょっと勢いよく言ってみましたね。はい。まあ、マーカス・キング、何者かっていう話になるんですけど、まあ、ご存知の方はもうご存知の方っていう、いると思うんですけど、まあ、ギタリストで、はい、まだかなりお若いんですよね、はい。それでこの版はマーカス・キングの一応デビューアルバムっていう形になるそうなんですよ。うん、それでインディーのレーベルから出てるんで、まあ、音とかそういったものはまだ荒削りなのかもしれないんですけど、はい、僕はかなり好きなミュージシャンで、まあ、集めるにあたってちょっとレコードを覗いたらあったんですよ、ね。それでもうちょっとこれは嬉しいなと思ってちょっと買ったっていうことで、まあ、ジャケットもこれ割と、うん、どうですか、池田さんよりも豊さん好きな感じですかね。まあまあまあ見た感じとか、まあこのギターの、はいはい、ギターとかのバンと出てくるこういう感じのジャケットになります、ね。はい。でまあまあそうですね、まあ聞いた感じというか、まあ、僕がこれ好きになった理由は、まあまあギタリストなんですけど、音がまあ少しまあブルースフィーリングもあって、はい、それでまあいわゆるサザンロックっていうんですかね、まあちょっとこう伝統的なアメリカのちょっとアーシーな土臭い感じのロックテイストなんですけど、まあ結構好きなミュージシャンで今テデスキートラックスバンドって言うんですよね。まあデレクトラックスさん、まあ新三大ギタリストの一人なんですけど、そんな方にも通ずるようなちょっと音楽、もう音楽性がすごい豊かというか、まあ、個人的に僕は好きなので持ってきたんですけど、はい、まあ一応じゃあその中から1曲、はい、ブーンという曲ですかね、2曲目ですかね、はい、A サイド2曲目のブーンという曲をちょっとじゃあ行ってみたいと思いますので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いします、はいはいはい。チャンネル登録お願いします。Don't let your women move up to the moon.
はい、じゃあ聞いていただきました、はいはい、まあいかがだったでしょうかという感じなんですけど、まあ、僕の感覚は、まあ、ちょっとこれ曲8曲入りなんですけど、どうも CD で調べると結構曲数ももっと多くて、まあ、バリエーションも多いかなと思うんです、まあ、アコースティックな曲もあれば、まあ、今みたいなちょっと感じもありますし、もうちょっとハードな、はい、あのロックテイストの強いものもあるんですけど、なんとなく声がちょっとニール・ヤングっぽい雰囲気ありませんでした。なんか僕ニール・ヤングをすごいイメージして、うん、まあ、ニール・ヤング三つ、まあ、ディレクトラックスとか、うん、まあ、そういうイメージなんですけど、すごいなんか、まあ、そういう系が好きな方は、うん、ちょっといいのかなと思うんですけど、豊さんなんかハマるかなと思って、まだちょっとよくわかんない感じで、いやいや、そうでもないけど、まあ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 こんな感じかなっていう、うん、まあ、どれだけこのオーディオのチャンネルでこんな音楽にニーズがあるかわからないですけど、たまたまさっき合わせたこちらのあのね、あのお客様は、ね、あ、こんなのあったんだって、これこういう系大好きみたいな方もいましたけどね、うん、まあ、いいんじゃないですかね。いいですか、うん、先ほどお話されてたこのギターを、うん、なんかおじいちゃん、そうそう、この方はあのおじいちゃんの代からのギターを譲り受けて使って、うん、ってるっていうことがあって、はい、おじいちゃん、お父さん、ほんでこのマーカス・キングさんまで来たギターがあって、でそれがすごいトレードマークみたいになってるみたいで、もうすでに、ね、現在今調べてもまだ30歳いってないんですよね。お若い。そう、それでもうギブソンからそのモデルのこのマーカス・キングモデルが出てるぐらいですから、それでこの後もどんどん大きくなって、もう、まあ、言うたらあのエリック・クラプトンとか、それこそさっき言ってたディレクトラックスさんがもう、うん、あの参加したり、そのエリック・クラプトンとかも認めて、うん、もう本当ギターマスターの領域に近いような感じの方になって、もう最近だともうグラミー賞とかにもノミネートされて、もうすごいメジャーな方なんですけど、うん、この後どんどん拍子であの登っていっちゃったっていう、うん、非常に素晴らしくて、まあ、CD とかレコードも含めて僕もうほぼ全部持ってます、うん、これ本当好きなミュージシャンなんですよ。でもだけどね、なんかあのまあね、最近ちょっとジャズも続いてましたので、ちょっと違ったものかなとも思ったんですけど、まあこんなん聞いて、あ、いいなと思う方はどれだけいるかわかんないですけどね、まあ、僕のお気に入りの番組、まあ、これはね、そういうコーナーなんで何でもいいですか、何でもいいですよ、はい、順番も気にせんで、なんかこのブーンっていうのもなんか意味あるのかなと思って、これもう輸入版で全然情報がなくて、それであの調べてたら、もうブーンだともう名字で出てきて、うん、まあ、一応探検家とかで有名な方の名字らしいんですけど、うん、まあ、そういう意味で使われたのか、うん、まあ、僕らが知らないアメリカの今の英語とかの中で俗語があってなんか使われてる言葉なのかわかんないんですけど、一応なんか探検家とかそういう方の名字なので、意味的にそういう探求家とかなんかそんなんで、まあ、リスペクトされてる方の名前を使ったのかもしれないです。ちょっとここまで僕は何とも言えないところですけど、はい、ソウルインサイトというアルバムになります、まあ、マーカス・キングバンドっていう風にして出る場合もあるんですけど、一応マーカス・キングさんでだいたい今アルバムの名前はそれで出てるのが多いのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだインディーズのレーベルから出たということで、でこれあのちょっとそうですね、愉快だって出る、愉快、愉快な、あ、そうなんだ、そういう意味でもあるのかな、まあ、楽しくとかそんな意味だったんですかね、わかんけど、それであの、あ、違うわ、これいいじゃん、いいじゃんって、あ、そうですか、あ、でもこれ、うん、なんか名字って僕が調べた時は出たんで、うん、まあまあなんか意味があったらすいません、ちょっとこんなあの、うん、曲名の意味まではあまり、うんうん、調べてなくて恐縮ですけどね、うん、それであのちょっとあのオーディオ的な話になるんですけど、はい、この番僕あのやっぱ探してもね、まあ、僕の探せる範囲ではね、なかなかこれレコードって多分もうなかなか手に入らないんですよね、うん、それで僕はもうかなり安値で お値頃な値段でこれを購入した記憶があるんですけど、 B 面のところが、はいはい、いわゆるあれって何ですか、センターズレっていうんですかね、センターズレ、あれセンターズレっていうんですか、はい、僕あんまりあんなにセンターズレの番って持ってなくて、ちょっとセンターズレが大きめなんですよね、うん、あ、これだっけ、そうで、今の A 面、今の A 面なんですよ、だからね、うん、そんなに問題ないんですけど、B 面はちょっと池田さんとさっきあの 回してね、はい、聞いてた時にあのちょっと結構、まあ、ちょっとあれですね、ずれてて、まあ、最後の曲、そう、特に顕著に4曲目の内周問題も加わって、はい、でちょっとそれがすごいアコースティックなギターの、ね、より分かりやすいですね、うん、ああいう静かなところだとやっぱりあのピヨンヨンヨンってあの弦のちょっと、はい、あの響きで歪んでるのかなっていう感じが見受けられてまあレコード、まあ、そういうのも含めて、でもレコードをそうですね、まあ、もう聴いてるっていうか、うん、まあ、CD で安く買って、うん、
まあ、曲も多いしってところもあるんですけど、うん、まあ、これはこれでまあ愛着持って、うん、あの宝物にしようかなと思ったりしてるんです。で、なんかあの今池田さんも含めてこちらも今かけた、システムが、うん、システムっていうかプレイヤーがバルテレなんですよ ね, すね。もうちょっとかなり超ド級のレコードプレイヤーになってて、うん、 ね、 ね、あれはあれでしたっけ、ふわふわしてるやつなんていうの、あ、フローティング、フローティングでしたっけ。そうですね。で、僕うちのプレイヤーで聞いてもちょっとあの歪みがあった気がして、でフローティングだとどうなるんだろうとか、で実はまあこの撮影の後池田さんちもまたお邪魔してこれもどんな風になるのかなって、あのエアフォース、エアフォース、あの、はい、あんなんでどう違うのかなと思うんですけど、まあセンターズレに関してはこんな感じなんですかね。そうですね、センターズレに関してはもうどうしようもないですよね。もうあの穴がずれちゃってるわけですから、 あれは機械側ではどうしようもしてあげられない。もしかしたら使いこなしの中で、あの初先輩の中からこういうやり方あるよとか聞けるか。あ、だけどさっき家元が、あ、どこのモデルでしたっけ、中道、あ、中道の、ね、中道の当時でも100万円を超えるようなすごいプレイヤーはそれをなんかこう補正する機能が、機能があったよっていう。どういう、どういうことだ。だからその真ん中をずらしてアームが、アームの動きをが大きいと軸が結構ずれると動くってことじゃないですか。すごい機能ある。すごい機能がね、うん。それちょっと聞いて、なんか僕もそれだいぶ前になんか聞いて、YouTube でなんか見たらそれは一応なんか出てましたよ。なんかこう測るんですよ。確かそのレコード回して、うん、外からなんかこういうのでなんか測って、うん、ここどうなん、どういうものかわからないんですけど、なんかあの測ってから、測ってからです。セッティングしてから。なんかこんな、こう、こんなん出てきてこう。うん、回ってるんです。回ってるとこんなん出てきて、うん、多分測るんでしょうね。うん、それでここの動きっていうか、で最適なところに補正する。すごいね。それはでもセンターズレを完全に救う可能性が関係ないですもんね。ありますもんね。それそういうことですよね。僕見たことないんであれですけどね、ほんまもんは。センターのホールが広いとかでずれてるんだったら、あ、あの例の DS オーディオさんとかの、ああいうのも効くかなと思うんですけど。それはそういう次元じゃなくても。一回記憶するのか、記憶するか、いや、全然ちょっとわからないです。この番は来ないよ。多分まだコメントいっぱい来ますよ。そうですね、もし諸先輩方で、うん、あ、こんなの、それはそういう仕組みなんだよ、あ、そういうのあったねっていうコメントが多分結構来るんじゃないかなと思います。今回のその、結構その中道のプレイヤーって結構伝説になってるらしいんで。そうなんですか。いや、これだけセンターズレが、まあ、B 面なんですけどね、あ、まあ、ある版は僕も多分こんなないんですけど、ちょっとそれはもしよかったら。なんかモーパーツ的な感じですよね。ローパスとかロストテクノロジーって言うんですか、ね、なんかその失われた、もう今それを再燃、再現するには。だって今ないですもんね。そうか。まあやろうと思ったらできるってことだね。なんかお金かかっちゃうんでしょうね、多分。かかる割にはそんな番もないから、ニーズが少ないと。そこに金かけるより、ここまでずれないけど、あの、針がちょっとこう左右にこう動くようなのは、それはなんか他にもあったような気はしますよね。うん、あったように気する俺も、うん、なんでこんなになるんかなってあったけど、うん、歪んでなかったからこんなもんかなっつって、そう、これもね、だから曲が結構あの、うん、エレキのギターとかも結構うなってるんで、あの外周の B 面でも外周の3曲はそんなに分かんないんですよね、うん、まあもう原曲しっかり聴き込んでる方は分かるかもしれないんですけど、うん、で最後の曲ですよね、4曲目が結構分かりやすくて、うん、まあでもこれはまあこういう経験ができたっていうか、うん、ことではまあいい、うん、あの勉強になったかなと思うんですけど、ちょっとこのねセンターズレ問題っていうのはちょっとまた僕たちもお勉強ですね。いろいろまた、あの、また、あの、お教えいただくとありがたいかなと思います。すいません、ちょっと話がずれましたが、今日はあのマーカス・キングの1曲聴いていただきました。ということで、皆さんお付き合いありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。